今回はですね、大阪西成にある激安賃貸というわけではなくてですね、賃貸事情一般についてお話しさせていただきます。まあこれね、新今宮ですか、南海の新今宮の駅の近所にあるタマデな、スーパータマデなんですけど、このね、24時間空いてる激安スーパーであるタマデのね、1階の入り口をこんな方に入りますと、エレベーターがついてるんです。で、このエレベーターは何やねんっていうとですね、このね、上、ですね、1階がタモでですけど、2階から上は全部ね、10階か20階か知りませんが、1階から上までは全部、ですね、賃貸アパートというかマンションになっているというね、なかなか面白い作りの物件があったりするんですけど、だからあれですよね、以前紹介した喜連瓜破の物件なんていうのは、ですね、マンションから出て歩いて1分か2分でイオンに着いてしまうという便利な物件やったんですけど、この物件に至って、この西成の物件に至ってはですね、なんとですね、マンションから出る必要もなくて、1階に降りればすぐに、タマデでお買い物ができるというね、雨の日なんかやったら一切外に出なくてもお買い物が完結しますし、というか、冷蔵庫とかも必要ないですよね、そうなったらね。1階のタマデが自分用の冷蔵庫や、みたいな世界になってますから、電子レンジも必要ないですわ。タマデには電子レンジ、ちゃんとね、装備されてますから。まあ、そんな感じでね、ちょっと西成には面白い感じの、賃貸物件があったりするんですけど、これね、西成って言ってもね、西成って言ってもあれやないですか、昨日西成に遊びに行ったよとかみんな言ったらね、あ、西成って言ったら、愛林地区のことをみんな思い込むやないですか、西成といえばね、労働者の街やなとかね、労働者の街やなとか、ホテルが安い街やなとか、愛林地区のことを西成ってみんな考えるやないですか。しかし、西成全体として見ればですね、愛林地区っていうのは、西成全体のね、面積にして7分の1程度のね、ごくごく狭い地域なわけなんです。でね、愛林地区以外の西成の町は、まあ、下町とも言わんでしょうね、今となっては。もうそのね、国道26号線の通りを歩けば、結構ね、近代的で立派なマンションとかが、いろいろ立ち並んでたりして、あんまりね、もう下町という感じもしないような、まあ、だから大阪の都心の住宅街っていう感じですね。ね、愛林地区だけが、まあ、そのなんですかね、ちょっと私的には面白げな感じのする、世間一般でもね、ちょっと労働者の街やな、他の地域とは違うなーって認識されてる街やったりするんですけど、その愛林地区の話ですね、私が言ってるのはね。西成の愛林地区ではですね、賃貸アパートがですね、普通に4万円しますわ。ですね、もちろん探せばね、ないこと、安いのもないことはないんですけど、普通の物件はだいたい4万円しますわ。4万円って言ったらですね、全然安くないやないですか。西成の町って言ったらね、私が、いつも紹介させてもらってますけど、2000円以下どころか、まあ、1500円ぐらい出せば、1泊1500円で、なかなかね、快適に宿泊できるホテルとかがあったりね、ですね、よく YouTuber の人がネタにしますけど、自動販売機では50円とか30円でジュースが売ってたり、あとね、食べ飲み系 YouTuber の人なんかも西成に行ってレポートしたら、こんだけ飲み食いしたのにお会計この程度でいいんかって、だからびっくりするぐらい安いわけじゃないですか。なんでもね、西成はなんでも物価が安くて貧乏人に優しい街なんですけど、その割にはですね、家賃4万円って言ったら全然高くないやですか。しかもね、これね、そういう西成の4万円のアパートっていうのはですね、大抵がドヤ宿を改造して作られた、アパートなんで、部屋の作りが、私がね、よく宿泊してる西成の愛林地区の中の、ホテルと間取りがね、似たような感じなんですよ。つまり3畳か4畳ぐらいの、1部屋3畳か4畳ぐらいの大きさで、トイレと風呂は共同やから部屋の中にはありません、キッチンもついてませんっていうような部屋なんですよ。それが4万円やったらむしろめちゃくちゃ高いやんけって話じゃないですか。ところがどっこいですね、普通にね、そういう4万円のアパートがちゃんとお客さんで埋まってるわけなんですよ。これなんでなのかと言いますとね、もう皆さんもうお察しの通り、これ福祉マンション、福祉アパートなわけなんですよね。で、福祉アパートって何やねんっていうのは早い話がですね、
生活保護っていう制度の中で、住宅扶助っていうお金が出るんですわ。これね、大阪市の場合やったら月最大で4万円ほど住宅扶助が出るんですけど、だからその4万円の住宅扶助のお金を使って、家賃を支払ってくださいっていう意味で、意味なんですよ。その何でしたっけ、福祉マンション、福祉アパートっていうシステムはですね。だから別にね、本人が払うわけじゃなくて、大阪市が、生活扶助じゃなく、生活保護のお金として支払ってくれるので、別にね、2万円だろうが3万円だろうが4万円だろうが、本人もね、懐が痛まらないから何でも構わないわけなんです。それでね、4万円で、4万円で家賃が設定されてるわけなんですけど、まあこれね、入居者の側にも結構メリットがあってですね、こういうね、福祉マンションは大抵ね、水道代、電気代、ガス代が無料ですわ。家賃の4万円の中に含まれてるわけなんですよ。だから本来ならね、家賃扶助じゃない、住宅扶助っていうのは、住宅に住むための、扶助ですから、それ以外のことに使ったらあかんのですけど、家賃の中にですね、電気代とか水道代が含まれてるわけですから、だから本来なら生活扶助の8万円の中からね、出さなあかん、生活に関わる電気代、ガス代を4万円の、住宅扶助の中で、支払うことができるわけですから、なかなか便利というかですね、ちょっとつるせこテクニックみたいなテクニックなんですけど、まあでもね、別にそれが悪いというわけではないでしょう。まあとにかくそういうシステムになってるところが多いんですよ。でね、まあこれがね、西成の、アパート事情みたいな話なんですけど、まあこれ生活保護制度ですか？これ生活保護制度全般の話なんですけどですね、今現在日本ではだいたいね、200万人ぐらいの人がね、生活保護で生きてはるわけなんですよ。これね、全人口で言うと、まあだいたい日本人じゃ1億1000万か2000万ぐらいですから、だいたいですね、全人口の2%ぐらいの人が、生活保護ですね。だから1000人あたり、16人、つまりね、26人に1人の割合で生活保護で生きてる人がいるんですよね。でね、それで、大阪市ですか。大阪市っていうのはね、何か生活保護の話題が出るとすぐにね、大阪市が話が出てきたりするみたいな感じになってるんですけど、まあ、確かにね、大阪市は生活保護の人が多いんです。これ1000人あたり57人が生活保護で生きてるわけでしてですね、17人につき1人みたいな割合ですね。17人歩いてれば、そのうちの1人は生活保護を受けているっていうのが、大阪市の現状やったりするんですけど、これね、さらにですね、西成の、生活保護受給者の話になればですね、西成全体でね、大体11万人ぐらいの人が、生活してるんですよ。で、その中のですね、3割、4割の、2割、3割の人が、生活保護を受けてますっていう話になってるんですけど、これはですね、西成全体では11万人やないですか。で、そのうちのですね、愛林地区ね、さっきから言ってる、その愛林地区は大体人口がね、3万人ぐらいだろうと言われてるんですよ。これ、愛林地区はね、人の出入りが激しいから、正確な、データは取れてないんですけど、大体3万人ぐらいの人が愛林地区で住んでるんちゃうかっていう話なんですよ。11万人のうちの3万人っていうことは、つまりね、2割、3割っていうことじゃないですか、割合に直せば。それは、西成区全体の生活保護受給者が2割3割っていうのとぴったり一致するわけなんですよ。まあ、だから、愛林地区の中の全ての人が別にね、生活保護を受けてるわけじゃないでしょうけれど、相当割合は高いでしょうね。私もなんとなくぼんやりとやけど、大体7割ぐらいの人は生活保護を受けてはるんじゃないのかなっていうのがね、まあこれは私の肌感覚というか、感覚でそんな感じはしますわ。だからね、結構な割合の人が、生活保護を受けてはるわけなんですよ。でね、別に私はそのね、生活保護制度をね、悪く言うつもりなんか、まあ、1ミリもないわけですね。それはね、人間わからんですよ。今はそんなね、立派に働いてて、なんやねん、生活保護できてるやつなんてって思ってる人があって、何が起こるかわかりませんからね。でっかい病気とか、怪我とかね、精神の病気だって、それは人間いつなるか分かったもんじゃないですよ。だから、そういうことを考えるとですね、生活費用の人をバッシングするのはよろしくないというわけでしてですね。ほんでね、つうかね、
これから生活保護の人がどんどん増えていくから、生活保護制度がね、破綻してしまうとかね、よくね、そういう生活保護を叩く人はそういうこと言うんです。これから高齢化で、ね、生活保護を必要とする人がどんどん増えていて、生活保護の、ですね、費用がどんどん増えていくと。今ね、だいたい3兆6千億円ぐらいですか、3兆8千億円やったかな、3兆8千億円ぐらいが、生活保護に使われてるんですけど、それがこれからどんどん増えていけばですね、やがて財政が出せ、お金を出せへんようになって、生活保護制度はなくなってしまうなんてことを言う人がいるんですけど、それはですね、そんなことには多分ならへんですわ。というのも、世の中というのはね、憎まれっこ世にはばかるっていうのはおかしな言い方ですけど、生活保護、今は2%しかいないじゃないですか、全人口のね。ところが、これが4%、5%、10%になってみたらですよ、どうなるかっていう話ですよ。例えばですよ、せ、ほ、んとですね、あの創価学会っていう宗教団体があるじゃないですか。あれ、大体ね、信者さんの数が400万人ぐらいなんですよ。400万人、つまりですね、日本の人口の何パーセントかな、まあ、何パーセントでもいいですけど、とにかく400万人いれば、ですね、公明党みたいな政治団体を作ることができるじゃないですか。公明党、なかなかすごいでしょ？政治団体としてすごいじゃないですか。生活保護の人がですね、人口の2%とは言わず、200万人とは言わず、400万人になり、800万人になり、1000万人にでもなればですよ、ですね、創価学会よりもはるかに大きな、ですね、生活保護の人の立場に立った政治団体が作れたりするわけやないですか。それやったら政治にもですね、あとマスコミですか、マスコミに対してでもですよ、今は人口の2%しかいいひんから生活保護バッシングみたいな、報道をすることもできますけど、それがね、人口の中の4%、5%とかになってくればですね、生活保護の人を叩いたら、当然ね、抗議の電話が殺到したりするやないですか。そんなことにはマスコミとしてもそんなことはしたくないということで、生活保護バッシングもなくなりますし、生活保護を削減するぞなんてね、脅す政治家がいたら選挙で脅されてしまうことになりますから、つまりですね、生活保護の人が増えれば増えるほど生活保護制度は安泰になるというね、なかなか面白げな展開が起こるんじゃないかななんて考えてるんですけどね。まあそんなわけでして、今回はね、いつにも増して何の話やねんっていうお話でしたけど、そんなとこですね。ほんじゃまた。